東稿院は、岐阜県へなし岩村町富田にある踏木観音菩薩を本尊とする臨在修行神事派の寺院。三号は、天徳山。江名十三観音霊場状十五番札所。大英年間に、大元誠公が、大炎寺の達中として、内食い峠の傍らに混流した。元気三年に、武田氏が岩村城を信仰した際に、大炎寺は焼かれたものの、 東光院はなを逃れた。その因縁により大炎寺で祀られていた十一面観世音菩薩を本尊とし、大炎寺十字で武田勢に残殺された清織玄密の遺廃を祀っている。玄奈年間に随林寺七世、塾玄々聖が大炎寺の再興を志したが、当時の岩村藩主松平のりとぶきによりき避されたため、その奉仕が代わってこの寺を再興したと伝わる。 文政2年に火災により消失したが、天保14年に再建を果たしている。本尊の十一面間ゼオン菩薩は、文み観のオ菩薩と呼ばれて、雨乞いに原があるとされ信仰されている。また、所蔵する愚放大師像は、明治初期の神仏分離令の際に、主原道を行っていたため廃寺とされた、新言宗の寺院が所蔵していた像が移されたものと、考えられる。境内には、 第二次世界大戦時にドイツ大使を務めた大島博士の墓がある。ありがとうございます。